もゼロプロです。よろしくお願いいたします。シャス、今回もやってきたぞ。一番のクジショップでガチャガチャ1万円引き対決。この勝負、今回で3度目となりますが、超大人気企画になっております。今までの勝率は覚えていますか？全く。ええ、私もですが、今回は因縁の一番くじの公式ショップで引いたんですね。今回も負けた方が全額おごりです。意外と5000円ってさ、引けるようで引けんやん。いや、そうなんだよね。ガチャガチャのクオリティで5000円って考えるとちょっと高いもんね。だからこれはもうマジ無料になった方が得だなって、正直一番思う企画です。いや、そうだね、はい、引く前に1個だけ狙いを定めて、それの出た数が勝負です。なので2番狙いが出てもそれはただ嬉しいだけでカウントはされません。じゃあまず私の第1巡目、今回一番くじショップでめちゃくちゃ置かれてたのがおじゃ魔女ドレミだったんですよ。私17歳なんですけど、めっちゃ世代で、私の狙いは見習いタップです。うわ、だよね。一番好きなのはシャープなんだけど、でもこれで欲しいとしたらデザイン的に圧倒的に見習いタップじゃない？あー、ザおじゃ魔女って感じがするよね。そう、というわけで私が出したのはこちら。ごめん、私の狙いリズムタップだった。ごめんなさい、私リズムタップ狙いで弾いてました。でも結果を見て思い出しただけなので、皆さんちょっと今のは頭の中であれしといてください。私が弾いたのはこちらです。あ、え、もっとおじゃ魔女ドレミのパララタップ。すごい、中にさ25周年って入ってるよ。おー、ほんまや。めちゃくちゃ可愛くない？え、いいね。え、可愛いわ。でも思ったよりちっちゃい。私の顔がめっちゃでかいのかもしれないけど、こちらお値段忘れました。はい、だいぶ前に引きに行ったので、はい、なので今回さすがにこれ2個も3個もあってもと思って1回だけにしました。ってことはポイントなし。はい。うわー、なるほどね。でも個人的に嬉しい。じゃあ私は前回この引き引き対決した時に、あなたが私の栄養剤みたいなさ謎シリーズめっちゃ被ったやつあったじゃん。あったね。あれシリーズっぽいやつを今回見つけて、タイトルが恋するオノマトペ。これ良くない？めっちゃいい。なんか自分の他のアクスタとかに並べておきたいなと思って、これの特訓狙いで引いてきました。なるほど。結果がこちら。ズギュン。ジョジョね。その後泥水食って口すぐか。余計汚くなったんじゃん。そう、どういうこと？ディオにキスされた女の子が、え、好き、なんか、そう、え、なんか好き、いや、いいよ、みな見た見た、一部は見たよ。それこそ17ぐらいの時に見たわそれこそとか言えない以上。わー、いや、ちょっと前回の反省、このシリーズ沼るんよ。あーね、これはもう浅く引いてきました。浅引きね。はい。え、じゃあ私もそれ引いたんですよ。え私がつけるとしたら坂田銀時と一緒につけるんよね。そうね。坂田銀時と一緒につける場合ってシューじゃないかなって思った。誰が？銀時が私に対して惚れた音出すとしたらシューじゃないかなって。なんかこうやってやりそうじゃん。知らん、お前さーって。これは愛のなせる技なのか否かっちゅう話。はい、ここは否かっちゅう話。はい、いきます。私が弾いた坂田銀時の効果音はこちらです。ドクドキ、なんだ、ギュポズキュン、あぶらぁドス、あぁ一発抜け。はい、やるやん。300円で1ポイントはコスパ最高やね。そう、というわけで私1ポイント。続いて僕が引いたのはこちら。え、そんなのあったん？進撃の巨人12分の1立体起動装置です。これ100周ぐらいしたんで、これめっちゃでもね高めだったな。え、引きたかった。いや、でしょ。僕はこれのライソー4本かけるブレード2本のマーレさんワイン狙いで引いてきました。いや、ブレードと深淵刀だろ。いや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 、ライソーが出てきた裏話みたいなの聞いてさ、あ、はいはい、なんかリヴァイ兵長のためだけに出されたみたいな、人類最強すぎてリヴァイが無双してしまうからライソー出撃させたみたいな。え、マジで？進撃しない人一応どんな武器かっていうと、まあ、今まで進撃の巨人ってカッターナイフよ、それこそ本当にこれ2本を兵士が持ってザザーって巨人と戦ってきたんだけど、まあ時代は進んで雷槍っていうミニロケットランチャーみたいな、発射できるようになったんで、僕は今回それを狙ったっていうお話ですね。え、それはリヴァイ兵長を最強の座から下ろすために登場したって噂があるよって話なるほどね。というわけでまず1回目の結果がこちら。
ごちゃごちゃでわからない。え、あっあっあっ、私も欲しいやつじゃん。はい、ブレードと震源塔のもうこれはみんながよく知る立体起動装置です。すごいこれ何？弾きたかったけど友達が弾いてきてくれたからいいよ。なんだこれ。昔さ、視聴者さんがさフィギュアにつけてたよね。そう、フィギュアにガチャガチャで弾いたんがマッチしてめっちゃいいって言っとったからずっと欲しかったんだけど、いやさすがにマーレさんワイン欲しかったんで2個目弾きました。そうなんだ。はい、2つ目の結果こちら。あれ一緒でした。0ポイント。うわーでかいねこの失点は。はい、じゃあ次。はい、じゃあ私が弾いたのは再びお邪魔女ドレミです。お、次はリズムタップで変身した時に魔女の衣装になった時の靴。お、しかも靴箱入り。え、おっしゃれ。そうなん、ラインナップがびっくり仰天こんな感じです。超省略されてる。私はもちろん音符ちゃん狙いです。やはり元祖マセガキ。うわ、メスガキ、メスガキ、私人気なんだからみたいな感じが可愛いよね。ね、うん、でもちゃんとアイドルとしてのなんかプロ意識持って活動してんだよね、あの子ね。か2番狙いは花ちゃんなの。ああ、そうなんだ。デザインが可愛いから。ああ、はいはい、はい、そう。まあでももちろん今回は1番狙いしか通用しないので音符ちゃん狙いで引きました。紫色が出たら1ポイントです。はい、これも結構高かったんよ。1回ね400円くらいして。あ、高いね。そう、でもねめっちゃねしっかりしてるの。私が引いたのはこちら。何色だと思う？ピンク。ももちゃん。おえ、すごい、本当に靴箱っぽいわ。そうなの。え、すごい。めっちゃいいよね。これ上がるわ。で、開けると、えすごくない？本当にね、靴屋さんの靴みたいだよね。で、これをこうやって開けると靴が入ってるよみたいな。めっちゃ楽しいやん。いいよね、これ。これいい。ガチャガチャ以上です。高くて、ちょっとここにあんまりぶっ破したら後から痛い目見るなと思って撤退しましたが、ただ楽しんだよ。これおもろい。じゃあ続いて僕。みんなも SNS とかで見たことあると思うキャラクター。めっちゃ可愛くて好きなん僕。じゃーん、めっちゃ可愛くないこれ。仕事猫小学校。可愛すぎる。これもう一目見た瞬間絶対欲しいと思って買いました。すごくね、これ集めたらさ教室作れるん超良くない？どれ狙いで買った？これさすがにハイが一番可愛いかなと思ってハイ買いました。うわー、だよね、ハイだよね。バカみたいな顔してるん超良くない？めっちゃ可愛い。よそ見も可愛いな。で、後ろも可愛い。うん、なんかでもめっちゃ引いてたイメージあるんだけど。さあどうだろうね。すごい、これ後ろにさ飾る用のノートと教科書あるんだけど。というわけで一つ目こちら。はい、すごい引いたんだ。一発で出ました。でもせっかくな机2個並べたくてもう一回引いてきました。おー、それはもうポイントに入んないの？入んない。先生。え、かわいい。かわいいけど机に並べられない。なんだ先生一人と生徒一人のワンツーワンレッスン。はい。でもかわいいね、めっちゃ。いや、そう、クオリティも高い。じゃあ、意図せずとも似たものを引きまして。これも SNS でみんなも見たことあるやつだと思います。ほう。じゃん、モフサンドカプセルエアグリップ。可愛いんだよな、こいつらな。私の狙いはサメ A です。私が引きましたのはこちらでございます。ペンギン。うわぁ、あざとい。あざとくね、マジで。でも1個じゃないじゃん、ヘアクリップって。狙いも出てないですし、うんうん、まあ2個は引いとこう。引いたのがこちらです。じゃん、サメー。サメーです。めっちゃ可愛いの。しかもなんか質いい感じなんだよね。2ポイント。やる。推しの子プチアクリルスタンド。幼少期アクアルビーのフィギュアは持ってたんだけど、はい、これのアクリルスタンドバージョンということで、しかも今回ね、メムチョもラインナップに入ってるということで。そうなんです。一番狙い誰か迷いましたが、有馬かなをよく弾けるから有馬かな狙いで弾いてきました、うん、あわよくばメムチョも出ろ、あと愛。はい結果がこちら。天才的な有馬かな、ベンソン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 。星野、はい、どうぞ。イエーイ。ポテちゃんが引いてたから私出なかったのかな。引いたんかい、お前も。待って、これもしかしてギチギチギチタイプだった。ありがとう、かわいい。ブーなんだ
すっごい息強そりゃ有馬かな出るでしょかなちゃん。マジで有馬引き率 100% ぐらいある気する。マジそのレベルよ、ね、今のところゼノンちゃん2点ポタちゃん2点わ同点だ。じゃあ私ザおでかい馬娘プリティダービーのアニメ3期バージョン。わあアニメ3期はね途中までしか見てないんですけども、うん、アベマ TV の画質が悪すぎて北ちゃんが走ってる時ブロック状になっててそれが見てなくて、ゲームはめちゃめちゃ私しっかりまだいやちゃんと全然やってまして、うん、この中の狙いまあズノプロをよく見てる人はあーダイヤちゃんねって思うじゃないですか。ビブタンでビブタンなんだよね。あのビブタンがめっちゃうなぎ登りでめちゃめちゃ可愛くてビブタン狙いで引きました。はい、うまさめっちゃ JK 集まっとったよね。そうなん、劇場版のラバストのガチャガチャがあったんだけどマジ JK めっちゃ群がってて JK に人気なんじゃねって説が出てる。そうイケウマ多いからね今ね。そうなん、めっちゃみんな必死に引いてたもんね。その横で私はビブロス狙いで引いてたんだけど私が引いたのはこちらです。えっ、うわーお姉ちゃま、お姉ちゃんまだ未実装なんだよゲームでは。でもめっちゃ欲しいんだよねお姉ちゃんも。え、しかもさビルシーナで出たら次ビブロスの可能性あるやんと思って。そうやん、2回目行きました。うわこれ1回500円です。でもねめっちゃしっかりしてる、薄めの下敷きみたいな、あのチャオの付録の下敷きみたいな感じね。ビブロスは何百馬娘おる中で一番バストウエストヒップで換算するとケツがでかいらしいです。安産型だ。わあ来たちゃう絶対だってこれで1000円。でもめちゃくちゃ良くないこれ。でもいい、わこの向かい合わせる感じでさ関連性ある子が良かったね、うんうん、はい。いやでももう一回言ったら1500円だからね。いやそうだ、1000円までなら許容できるけどちょっとでかいなと思って、だって1500円って300円のやつ5回でいけるから話違うやん。そうなんや、そうなりました。じゃあ続いて YouTuber たるものこのガチャガチャを見つけたら引かないわけにはいかねえなと、そんなガチャガチャこちら。うわラインナップ載ってないんだ。ラインナップペヤング焼きそばミニチュアチャーム。今回うちらちゃんといい感じのやつ引いてきてない？ねえだよね、うん、やっぱ種類多いからさ選びがあったよね、うん、すごい多かった。だって一番くじショップって言ってるけど4分の3はガチャガチャだもんね。というわけで僕の狙いはもちろん YouTube で食べましたペヤング極激辛焼きそば。おお、こちら狙いで引いてきました。ふまちゃん1週間極激辛食べるっていう生活やってたよね。やったね。東海オンエアの夢丸さんが、うん、今まで歴代の YouTube の企画で辛かったのが極激辛1週間食べるっていう企画だったって言っててやってる人横におるなって思ったというわけで1回目こちら。見たこともないのよ。え、昔のペヤングかな。見たこともないペヤングが出ました。ペヤングヌードル。え、ラーメンじゃね。1973年の発売以降味の変わらないペヤングヌードル。え、今も売ってるってこと？すごい、ちゃんとねこんな感じで中の麺と、え、まさか、はい、え、すごいすごいこれちっちゃい火薬。え、すごくない？え、面白いぞこれ。え、面白い。おろ、え、というわけで2回目でーん超大盛り焼きそばー。これね、僕社会人時代めっちゃ食べてました。ポダちゃんのここの備蓄はここからなってますはい、これね何がいいってペヤング食べたことない子いると思うんだけど、これ真ん中ちょっと割れ目あんじゃん。これ本当は2枚入ってんのこれが、ね、普通のペヤングが2個入ってんだよ、ね、そう、シンプルに倍になってるだけなの大きさが。これぐらい食べないとねお腹いっぱいになりませんよ。そしてあ、カエコはこんな感じで入ってました。おもろ、へえ。見ろみんな頑張ったからじゃあ概要欄載せときます。こちらも動画で食べました。お、あ、懐かしい。超超超大盛りギガマックス2142キロカロリー。これはさっきのとパッと見一緒じゃん。これ見て、あー厚さが違うの。そうだったね。これは4枚入りなんです。これが、まあ、もう2つありますと。全部ギガ。はい、あんまりこういうの言うの良くないっていうのは分かるんだけどさ、でも思ったからそのまま口にするねその風貌でさペヤングのガチャガチっとるんはガチじゃん。お金入れても出てこんくて壊れとんなんかなって思ったんだ。そしたら店員さんにお金を入れてから1秒待ってから回してくださいペヤング好きなせっかちなデブでしたねえ。もうないよねさすがに。これで諦められるか。ブーン、あー通常バージョン
ジョン。ペヤング。ベーン。ペヤング。ベーン。ペヤング。私やりたかったよ今回それ、あの引き悪いみたいなやつ、うん、先こえんで、うん、私さガチャ引きながらポタちゃん待ってる時間に店員さんとの絡みの話も全部考えて今から言うつもりだったのに先に面白いの出されてどうしたらいいか分かんない。終わっていい？私は星の愛が欲しかった。そっかいいだって言っとった。私が諦めきれなかったガチャがあります。それはうわペタネジマギのフィギュア。そっちね。これ4回引いてアクアルビーアクアルビーでしか出てません。でもそこまで偏ってるなら石川県で引いて愛出せるやんと思って愛が出るまでチャレンジ。3分の1だからね。そうだよね。3回に1回は出てもおかしくないよって話なの。そうだよ。はい、金髪。今回金髪が出たら狙いではありません。はい、まあまあまあ1回目ぐらいはね。うん、はい、金髪。うん、金髪。合計これで7回愛以外出してます。すごい撤退しました。で、運試ししようと思った。あ、これはね、今から面白タイムね。ポタちゃんに先に取られたからポタちゃんより面白いものは提供できないけど面白を私がポタちゃんの待ち時間ずっと一生懸命考えてたやつを今から披露するからみんなそれを心して聞いてね。お前の待ち時間僕ずっとペヤング引いとってるってそういうことね。私が引いたのはこちらです。あ、面白じゃん。お尻みくじと開運リングでも私はこの時銀魂の一番くじ終わった後で100連敗中だったんよ。だからここで大運吉リングを出したかったん。私が引いたのはこちらです。え、キモ。小運吉リング。はい、これね、大吉、中吉、小吉、大凶とあるん。一番しょうもないやつ引いたん。運気が催し始めています。一番しょうもないじゃん、マジで。一番しょうもない。で、2回目引いたんよ。あ、おうおうおう、僕の食べたペヤングが今ウンチになって出てきてんだね。で、ここで大吉引こうって思ったん。そしたら、うん詰まり起こしてガチャガチャ100円詰まりまして一緒のことすんなって。でも、このガチャガチャ引いて一生懸命100円詰まらせたらめっちゃ恥ずかしいなと思って自分でなんとかしようとしちゃったのよ。でも店員さんが心配そうに私の運来て詰まってますねって言われて、私心の中で運がねって思ってで100円返してもらって聞きますかって言われて大丈夫です。え、そこで運が詰まったんよ。私残り1回分だった。ここで引いたらあかんと思って別のとこで一発引きしようと思ってほう撤退しました。私が最後に引いたのはこちらです。推しの子アクリルコースターディスプレイ。え、めっちゃよ。そう、なんかめちゃくちゃいいでしょ。これ1回500円のやつ。じゃあ残り600円だったからうんこのやつ引いたらもう1回300円のやつ引けたんだけど、うん、いや500円で1回抜けして100円余らせようと思った。で、こちらね、ラインナップなんだけど、私はいつもさ家族のやつ好きだからこれ欲しいって言うと思うやん。思う。でもこのデザインだったらこれなんよ。さすがにか。デザイン A の星の愛なんよ。さすがにだな。ここで私がデザイン A の星の愛が引けたら勝ち、出なかったら同点です。いきます。引き時は